ウーブンバイトヨタで自動運転とか、まあ、ウーブンシティでやってるその機械学習とか AI を使う部分に対してこうツールとか基盤を提供するような仕事をしてます。いろんなバックグラウンド、まあ、国籍もそうですしを持った人が多いっていうのもそうですけど、それだけではなくて、まあ、エンジニアリングなんでいろんなエンジニアリングカルチャーから来た人が多いなっていうふうには思います。例えばセキュリティに強い人、バックボーンがある人であったり、その堅牢なシステムを作ってきた人からスタートアップで働いてきた人っていういろんなバックグラウンドがあるのが面白いなと思います。エンタープライズ AI のプラットフォーム、我々のチームが提供しているものはデータを集めるところからデータに対してこう訓練できるように情報を付与するところから、まあ、学習するところからとデプロイするところまでっていうのを一連なパッケージとして提供することを目指しております。ウーブンバイトヨタのプラットフォームの場合はトヨタであったりウーブンバイトヨタの内部のチームになるので、お客さんと密なコミュニケーションが取れるっていったところはいいのかなと、まあ、具体的なフィードバックもいただきますし、まあ、なんか本当に必要とされるものを作れるのかなっていう。一方で便利な機能を提供したとして、もう一方でこう安全性というのが求められるので、まあ、そこをどう確保していくっていうのが挑戦になるのかなと思っています。安全性とかは、まあ、トヨタが、まあ、今まで培ってた来た部分なので、まあ、その強みとか経験を AI の開発に生かしていけるんじゃないかなとは思ってます。いつもちゃんとサポートしてくれるところがこう結構ありがたくって、ちゃんと社内のニーズを拾って自分たちの仕事としてやるべきことを与えてくれる、道しるべをこう作ってくれるっていうところがありがたいなと思ってます。すごいチャレンジングな環境ではあるんですけど、一方ですごい機会にあふれてる環境でもあるので、自分がこうやりたいっていう手を挙げればやらせてもらえる環境なので、躊躇せずにいろんなチャレンジをしていけばいいんじゃないかなと思います。